どうもこんにちはものりり太太郎郎チャンネルのものづくり太郎でございます本日は製造業次の進化ということで拡大がですね工場ビジネスを飲み込む欧州の辛抱ということでハノーファーに行きまして今までですねフェネックスさんとかシュナイダーさんの話題をですね散りばめさせていただきましたがハノーファー全体としてどうだったかっていうところのフィードバックを今回させていただきたいと思いますまあ欧州のね次の製造業の攻め方が分かるような内容になっておりますので是非ご視聴いただけたら幸いでございます そして今回ですね、スポンサードいただいているのがですね、中性製氷冷蔵株式会社様ということで、三重県にあるですね、日本で一番氷を作ってる会社ですね、氷といってもかなり工場の自動化が進んでおりまして、新卒ですとか中途採用されているということなので、スポンサーありがとうございます。かなり自動化進んでいる工場ですね。興味あれば、概要欄から覗いてあげてください。 まあ今回ですね、先ほどお伝えしたように余すことなく欧州の最新ソリューションをここに開示すると。いろいろあるんですけども、トピックですね。まずですね、制御場のない世界へということで、IPC を軸に統合制御構築、IPC といえばあの企業でございますね。今までの制御盤はこんな感じでしたが、このように新しい制御盤はですね、非常にスモールになっております。制御場の設計は大幅に簡素化されるということで、別国ですね、スペースも小さく進むし、これ一個一個 がですね、ネジ止めでででで完了できるこ、はい、これでこれ IO IO のあとはまあコネクタをこうねつないであげれば正後の完成なんで。 そして制御版の取説も十分の一になるということで制御版の取説を作るコースまで考えられているとこれがで,ですね設計図ですどんなコンポーネントが何をどういうふうに接続するのかっていうのを全部こう書いてあって配線とかも。でこれ一個一個見ながら作業者の方が配線を間違えないように組み立てていくのでこれ300ページあるす でこれがこの NX システムで作った時の設計図これだまあそれはそうです,うです、ね、まあ25ページぐらいだい大体設計図は10分の1になるってことは設計するための構成も大体、まあ、いい10分の1ぐらいで済みます さらにレトロフィットも可能ということでイーサーキャットで繋げることができれば既存のどうしても高校の新しい制御盤にですね組み込むことができないソリューションは外に組み込むこともできますという感じですね僕も撮ったんですが分かりにくかったので IoT ニュースから持ってきておりますがイーサーキャットでしょそして青いところがこれ電源の供給ですね最大600ボルトまで対応しておりますそれだけじゃなくて IP にも対応しているということでまあ、防水防塵ですよねこのような過酷な現場でも制御盤を遠くに置くこと との現場で制御盤を組むコースを鑑みコストも調整しているということで例えばこのような制御盤を組むとですね電源とか PLC ですとかモーションですとかまあいろいろな制御モジュールですねここに組み込まないといけないんですがギュッと圧縮することで配線のコースなんかも非常に低減できるわけですね。そここももてコストこれでもちょっと高いの ですけども全体的に考えればメリット出るということは言われてましたね続いて正義の革命は続くということでシュナイダーフェニックス何回でもお伝えしてるんですが正義というものは次のフェーズに完全に移ったと言っていいでしょうとまあベッコフございますとまあこんな感じでベッコフのスペースはマジででかいですねシュナイダーが2番目で1位がジーメンスで3番目がベッコフぐらいまあもしかはフェニックスかなっていうことでなんとですねブースでっかいところにお招きをいただくとお招きいただいてないのはですね ジーメンスだけですって感じですね日本法人のジーメンスの担当者何をやっているのでしょうと <laughs> そんなこと言うと余計言われなくなってしまう。別個ッコフの中でいろいろあったんですいろいろ伝えたいんですがこれですよこれ何かっていうとインテグレーションオブチャット GPT イントゥツインキャットはは みたいな,なんとですね、ベコフの IPC というものは、ツインキャットという Windows ベースのソフトウェア上で制御を構築するんですが、そこに ChatGPT を盛り込んできたと、制御構築に ChatGPT の実装がなんとされるという衝撃の事実が判明しましてですね、もう腰砕けですよ、僕。 日本を応援する身として、あああもうや,やられても、た、みたいな感じですね。で、これ、チャット GPT で何ができるかっていうと、大きく分けて4つあるんですが、まず、制御プログラムの自動生成と、変数の定義をコメントに書くことで、プログラムをなんと半自動で生成してくれるわけですね。要するに、今までラダーで書いていたようなものをですね、IPC であれば、チャット GPT が自分の代わりにラダーをゴリゴリ書いてくれるようなイメージであると。さらに、制御プログラムの最適化ということ 書き下したプログラムの場合分けなどをケース文などで短く論理的にまとめてくれると一回プログラムを作るわけですけども余分なところとかですね論理的に短くしてくれるという最適にしてくれるわけですねで制御プログラムのリファクタリングということでここ重要です挙動を変えずにプログラムを再利用しやすいように整理すると例えば過去ですね別の担当者が制御を作った場合それをリファクタリングすることによってその制御を再利用しやすくしてくれる 最後が制御プログラムのドキュメント生成ということでプログラムのドキュメント作成に必要なコメントを生成してより分かりやすくなるとこの制御は何だったみたいなことがですね分かるように。 なると制御を構築する人は作業を大幅に簡略化でできるわけですねもうですね制御を司るエンジニアたちはですねおそらく歓喜の渦であろうともうそうなっていてくれという感じですねだって制御が今までよりも簡単に構築できるわけですよ。制御版の製造も必要 ななくなるともう楽になってしょうがないみたいないうことでございます続いてですねその衝撃の事実の後にやっぱりこのトレンドっていうのはハノーファに大きなブースを出していたところが長じて出していたということで正義のオープン化ソフトウェア化も同時に進んでいくと既存の社内 SE 言語で正義を構築可能な世界がやってきているとつまるところ正義のコピーが可能な世界の出現が起こって できるとこれは紛れもない事実です例えばフェニックスコンタクトは PLCNEXT と銘打ちこのような制御を一度構築したらウェブストアに公開できそこからダウンロードができると OS が Linux ベースで会社の例えば Java とか Python とか CC++ ププララみたいなですね IT エンジニアが使ってるプログラム言語でそのまま制御を構築できるようになったし最適な制御をストアからダウンロード可能になっていると。公開やコミュニティも準備 されておりますのでコミュニケーションも可能でよりその制御を最適化してあげるみたいなことが当たり前になってきてるということですねまあ、日本だとなかなか受けられないというのも制御が挙動がおかしくなって変な製品を産んだらそれ大丈夫なのかっていう品質の観点からですねなかなかこれ愛入れないとラダーであれば全て明確されてるんで間違うわけないとしかしですねそのような時代は過ぎ去ってるような気がしますね続いてシュナイダーも同じような傾向でこれ何 かとというでですねにこれですねね IC61499 これなんか「ラダー書いてるのがもう時代遅れやで」みたいな感じで言ったらなんか炎上しましてですねうーんそうじゃなくてチャット GPT になってんのにいやいやラダー書いて ってんのみたいな感じですよね。そこに対して反感買うのはいいんですけども欧州がこのように攻めてきててさ俺たちだけがラダー描いてる世界に取り残されてたらやばくねと思うわけですね。まあ話戻しましてこの61499に準拠していれば例えば IPCPLC インバーター等が準拠していれば制御を PC 上ソフト上で構築して後でこのような制御モジュールを選んでいくと後ほど PLC やインバーターを選定しメーカーは問わないという世界がやってきてるわけですね。 フェニックスコンタクトと同様にシュナイダーもですね例えば GitHub 等にですね制御を一回作った制御を無料で公開してダウンロードできるような世界を描いていると制御をダウンロードするというフェニックスと同じ方向性を体現していたわけですね実はこのフェニックスとかシュナイダー以外にもですね,ですねワゴーさんもなんと PLC NEXT みたいな同じような構想で OS を Linux にしてきているわけですねでワゴーの担当者とも話したんですけどこれ日本人に言っても10年前から言い続けて るんですけどなかなか理解してもらえないというちょっと寂しいかなとしかしながら僕もですね引き続き言い続けていきたいと詰まるところ GitHub のような世界が制御に登場しているとこれはですね間違いなくこの制御の構築方法っていうのは変わるというものはもう明らかであると具体的に言えばありきたりな制御はダウンロードとかコンベヤでこの搬送を構築したいみたいな感じですよねとか制御の構築はチャット GPT に現れてるようにより容易になりますよねそしてコミュ ティがありますのでどういった制御が最適かみたいなやり取りもされると既存の開発言語で要するにシステムエンジニアが使っているような Python ベースで制御が構築できると皆さんなぜ起こるんだいねクリスティアード・ドナウドじゃないんですけどなぜ起こるんだい 彼らの思想は至極当然だと思うけど <laughs>。いや、やばいよね。だってさ、ハローハのブースでかいところが全てこれ行ってきてるわけですよね。一部のこれ大手が歌ってるかということではなくて、もうそういう時代終わりを迎えですね、多くの企業、ベッコフしかり、フェニックスしかりですね、シュナイダーしかり、ワゴーしかり、同じようなシステムとか構想を展開してきてるわけですよね。それなのにな、ええー、みたいな。うん。なんかよくわかんないですね、僕は。だから からもっとさ怒りのエネルギーを違う方向にエンジニア使った方がいいと思いますよ太郎がああ言ってんだから俺たちも負けないようにエンジニアリングしていくぞみたいな欧州のような制御構築を負けねえぞーみたいな感じに通常のできた人であればエネルギーをそこに持っていくんですがなんかツイッターで文句をただ垂れ流すという意味わからんような状況になってるわけですね続いてシーメンスの動向ですねやっぱりシーメンスの動向皆さん気になると思いますまずですね電池にに非常に注力をししておりました入りまた入口ですよシーメンス のブースのの入り口に電池の展示があるわけですね例えば調合とか攪拌のデモということで電池の製造工程を僕動画にしておりまして電池というものはですねスラリー化した電池材料をですねペーストしていくわけですねスラリー化ということは液体みたいなものにしないといけないので攪拌とか調合が必要になってくるわけでございますその後ロールトゥーロールということでこういったロールトゥーロールのデモもしてましたねそして組み立てだったり車載に搬送するようなデモを見せ つま,まるところブースの約20%はこのような展示で占められておりましたので車載電池の力の入れようが見て取れたかなと入り口に持ってきていたのが欧州の現状を表しているとこっちも電池電池力入れてますまあ EV に振ってるよねっていうことはここでも分かるわけですね20%は電池でしたが残りの80%は何だったんでしょうか それれはですね、CAD、ソリューションににここに集約されるともうこれをやられたら他の企業どうすんのというレベルまで仕上げてきてました、うん、シーメンスのこの買収の企業を載せたようなものでございますがその買収の中核を担うのがこの2007年に買収した NX なんですね戦略の中心に据えるのが CAD であって2019年までのプレゼンというかタノーハーはですねこういった CAD ソリューションをやっていくぞとかこういった世界になるぞっていうこの世界観の提供だけだったんですが2023年 のハローハローですね。地に足をつけた提案を行ってきて。 おりました地に足をつけたっていうものはコンセプトだけではなくて実ソリューションもししっかり提案してきたわけですね例えばスキャーダもそうですしデジタル研修とかですねそのスキャーダあのデータを取る前に現場の構築みたいなデジタルツインもこのようにいっぱいいっぱい展示されておりましたつまるところさまざまな使える CAD ソリューションを展開してきていたわけですね要するにそういった CAD ソリューションってまだまだ埋め尽くされていなくてですね やっていけるのっていうのが2019年までだったんですが実際にコロナ禍になってみるとですね CAD ソリューションゴリゴリに実際の設計する人自動車設計する装置を設計するそしてその設計から落とされて現場で情報取りをするような担当者レベルで使えるようなソリューションが目地通しだったわけでございますと、うん、これやられたら他の企業どうするんだろうデジタルツインとか結構厳しくないかみたいな感じでしたよねうん ですよね 欧州でこのようなベッコフしかりシーメンスしかりですねいろんなソリューションを展開してきていたんですが彼らはグリーンフィールド戦略を敷いてきてると思いますドイツは競合する部分を極力減らす戦いを模索してきてるんじゃないかなとまあそのように思われると例えばシミュレーションとかキャド設計みたいなところはですねジメンスがやりますデジタルツインで手戻りを圧倒的に低減しじゃあ圧倒的に低減した後は制御を構築しないといけないわけでベッコフが が煮詰めた構想を実際の正義の落とし込む。しかもチャット gpt。実装してくるんで超スマートにね。みたいな。新たなソリューション領域を創造するわけですよね。うん、ここは俺たちがやるみたいな。ここは俺たち。こういう未来が来るから、ここは絶対。作って ていくぞみたいなでもメンスやるから他の企業は入ってこななないいででねねみたいなそんな感じですよ、ね、これなぜこうなってるかっていうとこれ野村総研の資料から野村総研なんですけども独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構電子材料ナノテクノロジーの部長の岡田さんが作った資料でございますが R&D をこのようにやってるとつまるところ競争領域と協調領域を明確に分け合って 新しくじゃあで、ここは俺たちやってるから、あんたはそこ違うところやってよみたいな。市場をレッドオーシャン化しないわけですね。グリーンフィールド戦略、なぜこのようなことができるかというと、インダストリー4.0を基軸にしてですね、インダストリー4.0の理事もやってるし、例えばジーメンスの部長もやってるし、そしてフランホーファン R&D の研究室の室長もやってるみたいな感じなんですね。なので彼がインダストリー の協議会に出るとですねあ今お前たちそんなことやってるんだみたいなコミュニケーションを行えて協調領域と競争領域を明確に分けていくと一方の日本はですね R&D を一からやっていってですねこぞって同じような開発を行いあらりが少ない戦いを好むと例えば半導体とかもですね日本というものは非常に儲からん半導体チップを作ってるわけですねこれは過去にもミニマルファブの動画でやってますがアメリカだとですねワンチップ1万円から10万円するようなチップをですね せこせこ昔の装置を使って作ってて作るわけですねところがそういった市場を日本は見つけられないというかこの市場だみたいな感じで言ったらみんなそこを競争するので結局単価がめちゃめちゃ下がっちゃうと半導体しかり PLC なんかもめちゃめちゃ日本メーカーありますよね AGV とかももう各社が作りまくると詰まるところ国内とか海外でカニバリズムを起こしてしまうわけです市場を食い荒らしちゃうわけですねお互いにこのような傾向があるんじゃないかなっていうふうに思いますと。 そしてですね、衝撃だったのは、ベコフのチャット GPT も相当衝撃だったんですが、ダウンロードするのは制御だけではないと。製造業に関連するサービスにも APP の時代が来るわけですね。コフィニティ X の衝撃ですよ。これやばいね。大手自動車メーカーとか、ボッシュ、ジーメンス、そして、ティアワン等々が参画すると。大手自動車メーカーが最初のコンソーシアムを形成し、トラクタス X ということで、コフィニティ X で公開するソフト の要件定義を行うわけですね例えば、皆さん iPhone 持ってますね。iPhone じゃなくても、app、ソフトウェア公開プラットフォームでですね、ソフトを公開するときって、アップルの審査があるわけですね。つまり、ころ決まった仕様の要件定義が定められてるので、アップルの app にソフトウェアをアップロードする場合は、その要件定義を満たしている必要があると。その要件定義を作り込んでるのが、このコンソーシアムのトラクタス x なんですね。大手、まあ、自動車メーカーカを中心として 作ったトラクタス x 例えば生産性というふうにフォルクスワーゲンは言うけども BMW だと違うような言い方ですね稼働率とかべき動率とかいろいろ呼び方があると在庫についてもですねいろんな在庫の呼び方があったりするわけですねそういった一つ一つその定義を決めてるわけですねそして要件定義が終わればですね開発環境が整いますので要件に合わせたソフトを製造業ユーザーに開放してるわけですねこれ実際ににでですすねソフトが公開すでに されておりましてソリューションをダウンロード後活用できるようになっ ているわけですねつまりところこの欧州のですねコフィニティ X という APP に行けば製造業で使う最適なソフトが一気に手に入ると別に営業なんか来なくていいよって感じですねじゃあ実際に公開されているソリューションもありましたのでここで共有していきたいと思います SAP ですね皆さん SAP ぐらいはご存知でしょうと SAP はですね会計システムの会社と取られがちですがそれのような誤った認識がまかり通っておりますなぜ日本ではでははすね SAP 会会計システムの会社と という風なイメージがあるかというと日本はですね色々いろいろな会計システムがあってその会社の使用に合わせる必要があるんですねそして合わせるためにはソフトをですね再度開発しないといけないのでその変更に必要な開発費用で日本法人の SAP はですね設けているわけですねしかしこの SAP は劣化とした製造業関連のソフトウェアを展開する企業でございますこれ見てくださいよ OEM を中心に頂点にしてですね CO2 見える化が わかるソフトをすでに提供してきてるんですね CO2 排出量表出しをできていない企業が一般 一ツで一目で分かるソフトウェアになっていると。しかもですね、ボトムに迫ることができて、例えば電池モジュールでどこのモジュール製造工程とか、どのモジュールが CO2 をいっぱい排出してるかみたいなことも見えるかできると。スコープ1,2,3に代表されるカーボンフットプリントが丸分かりになっているわけですね。さらに驚くべきはですね、このソリューションの考え方なんです。これ SAP の担当者に実際に僕質問しました。別に弊社を使う必要はないと。 トトラクタス X で要件定義されてるソフトウェア同じようなソフトウェアを使っていただいても問題ないとしかもそれは SAP のシステムともつなげることができるなぜかというとトラクタス X ですでに要件定義されてるからねそんな発言を言われたわけですねもうこれは戦慄を覚えるわけですね日本だとこの例えばカーボンフットプリント見える化しましょうっつっていろんなソフトウェアがあるじゃないですかそのソフトウェアどこ使っても要件定義同じ だから最終的にはここに接続できるよって言われたわけですよ。ほほほほほほ,ほみたいな。やばいんだ。 だから日本だと一からソフトウェアを作るんで至る所で同じようなソフトウェアはカニバリズムが起こってですね無駄が発生するわけですね言い換えればこれは中小企業にも大きなチャンスがあると言えますとなぜかというとコフィニティ X に製造業関連のサービスが公開されているということはどういったソリューションが今展開されているか大手はどういったソリューションを狙っているのかじゃあ大手が取れていない部分はどこなのそこを開発しようしかも営業 をかけなくとも app に製造業関連者がソフトウェアを勝手にダウンロードしに来てくれるあとはサブスクでいいよねこのような好循環が回るわけですね詰まるところこのコフィニティ x こそが競争領域協調領域を明確に分け合ってるわけでございますコフィニティ x を除けば競争を避けることも可能でありグリーンフィールド前提の戦いが 展開可能になってるわけですねしかしこの要件定義が分からないとかコフィニティ X があそんなん欧州であったのみたいなですね欧州でビジネスをしたい企業ですよねがこのコフィニティ X を知らないとやばいですよね独自にソフトウェア作っちゃうわけですからさらにもっとですね驚いたものがあってそれは公平の担保でございます最初に13企業だったと思うんですが大手が要件定義を行ったわけじゃないですかしかしこれコルクスワーゲンの人がですねコフィニティ X の説明をされ おりましてそのフォルクスワーゲンの担当者がこれ実際に発言をしたわけですけども大手のみが要件定義を行い数年経つと既得権益化しかねないなので今は解散し100社を超えるコンソーシアムに内容を引き継いでいるとなんだとみたいなそれがここですよ。 これをどん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 これを拡張していくとそういうような感じでしたね。要するにこのコンソーシアムに参加しなければソリューション展開に遅れを取ることはもう明白であると。日本でここに参画しているのはデンソー、富士通、ドコモぐらいなんですね。他の企業は分かってないと。多くの日本人がコフィニティ X の衝撃に気づいてさえいないわけですね。つまとところ欧州でソフトウェアとか継続業 ソリューション展開している企業はここに参画しないと今後ソリューション売れないと売れなくはないんですけど売りにくくなるわけですね例えばメルセデスとかアメリカ企業のフォードのロゴはあるがトヨタのロゴはないわけですね伝送はやっぱりしたたかですねはいフォルクスワーゲンのロゴはちょっと見受けられなかったのでぜひですねガイア X に参画されているトヨタ社員はなぜトヨタのロゴがないのかとかフォルクスワーゲンのロゴがないのかぜひ確認いただきたいとボッシュとかバレオのバレオっていうのはフランスの一大ティアワンですわのロゴはあるが 愛心はジーメンスのロゴはあるが三菱電機はどうすんの三菱え製造業ソリューションやってるでしょ SAP とか AWS のロゴはあるが上流側のソリューション展開する NEC のロゴは トゥルンプのロゴはあるがアマダのロゴはサプライチェーンのシームレス化を提唱するブルー読んだつまるところパナソニックコネクトのロゴがないわけですよねやばいですよなんで僕ねパナソニックコネクトのロゴがなかったんで樋口社長と対談して、まあ、たまにやり取りするんで樋口社長にダイレクトメッセージでパナソニックのロゴがないんですけど大丈夫ですかってメールしていましたからねはい欧州はソリューション展開の基礎を着実に揃えつつあるとこれがカテナ X ですよ要するにインダストリー 4.0のの製造業のソリューションこのトレンドを作り上げている組織がカテナ X なわけですけども EU の製造業コンセプトが対応成し始めつつあるわけですねやばいとついに鼓動が始まってしまっているとそういう状況に来ていると10年前に起こった 2C 領域要するに B2C 領域の IT 化の波ですよね皆さんスマホを除けばすぐソフトウェアダウンロードできるすぐ漫画が呼べるわけですねこれは2カスタマーに 対しての起こった IT 化の流れでございます10年遅れで製造業にこの IT 化の波が襲って きてきるとこれは EU 国内だけではなくておそらくコフィニティ X はですね新興国へのサービス展開に使われるだろうとその時新興国がどう思うかですよ一個一個使用の要件定義が違うソフトウェアを使うのかコフィニティ X に公開されてる要件定義された使いやすいですねソフトウェアしかも欧州のところで最適化されたソフトウェアを使うのか皆さんどっちを使いますか b to b 領域にデジタル化の波が襲ってきてるわけでございます 続いてでですすねね工場のデジタル化ですよ、ね、この中核の定義化を行い横串を指してきているとやっぱりこのコフィニティ X とかデジタル活用をするにはですね工場のデジタル化に行き着くわけですよしかし工場をデジタル化するっていうことであればですねデジタル化の軸に対してどういったものが必要かそういったものも定義化を行わないといけないんですけどなんと欧州は行って できてきいたと日本の工場デジタル化にはどういったデジタルデータを活用するか明確な定義がされていないわけですねはい皆さんどうぞ日本の現場はデジタル化したいですとじゃあどの軸にのっとってデジタルデータを集めればいいんですかすぐ答えられますか答えられないですよね、はい、欧州は低下してきていましたと工場のデジタル化に必要な情報はこの5軸であると明確化してるわけですね 要するに言語がしてると。で、そこに上に繋がるのが、これも超重要なんで、今日は解説しないんですけど、IoT プラットフォームとか、データレイクとか、これクラウドですね。セールスフォースね、セールスと一緒にやっていくと。そして SAP ということで、まあ、経営システムには繋がっていくとか、まあ、工場システムとして、SAP 重要だよね、みたいなことを言ってるわけですね。工場のデジタル化に必要な情報は、たった5個の軸に分けることが可能や、現場レベルではっていうことですよ。日本では明確な定義づけを行わず、各社、各用になって なってるるように思われるとここを抑えるだけで無駄なデータ取りとはおさらばできるわけですね現場でこういったデータを集めてくださいねって言われたら「ああ分かりましたそのデータ集めます」ってやっぱ日本人っていうのはそういうところ優秀ですからしっかり現場力持ってるわけですからしっかりそういったデータを集めてくれるんですねしかし今の経営っていうのは「うん DX だ」とか言ってですねうん「とりあえずデータ集めろ」とか「DX しろ」とか言われるんでじゃあどのデータ集めればいいか分かんないんですけどみたいな感じのジレンマに陥って。 てるわけでございますそこで皆さん思うわけです紙ペラ一枚だろうとしかしながら日本人の誰一人さえ こ,この定義化ができ原価っ,、ね、っていうのはまあ大人の得意領域といえばそうなんですがしっかりじゃあどういった分野どういった語軸が必要か見ていきましょうまずはスキャーダですねこれはですね製造現場の胴体例えばサイクルタイムとか OEE と設備総合効率とかですねあと停止時間を取得して表現を行うと要するに日本でいうと現場にあるわけじゃないですか生産動態とかそういったものをスキャーダと言いますでメスですよこれは生産実行システムであると。まあ、装置や補給部材か 最適な生産順番を指示するともちろんデジタル化必要ですよね SMT なんかこのメスシステムが発達してますねそして CMMS とこれはま簡単に言えば予知保全ですね止めることができない装置の状態異常を監視するとこれ抜けやすいのが QMS とこれは品質を担保するためのデジタルデータですね例えば温度とかねもちろんその切削条件もですね温度が変わればやっぱり鉄っていうのは一度上がれば1メートルのうちですね15ミクロンぐらい伸びるわけですから温度を関係してくるわけですね例えば SMT で言えば最初基板にですねスクリーンマスクを使ってですねハンダを印刷するわけですねしかしその乾燥してると粘度が下がってくるわけですから綺麗な印刷ができないと粘度もトレースする必要があったりですねあとは製品情報ということで製品がどういった工程で作られたかとかどのロットにあるのみたいなトレースが必要ですよね これは QMS のデータでございます。そして最後がスレッドですね。これは脅威っていう意味ですから、外からの脅威ですね。要するにサイバーセキュリティ領域。データを集めるのもいいけど、工場デジタル化するのもいいけど、サイバーセキュリティしっかりやらないとね。現場を守るシールドが必要でしょう。工場デジタル化にはこの5軸が重要ですねと。と いやー、分かってるよってね、分かってるよっていう担当者は素晴らしいです。もう素晴らしい。本当に、本当に素晴らしいと。しかしこれを明確に5校に定義してきたっていうところがすごいわけですね。いきなり工場デジタル化って言ってもですね、この5軸を与えられてやるのと、いや、デジタル化ですって言われてやるの、どっちが楽ですかと。 逆に言い換えれば、この語軸さえ網羅すればいいわけですよ。必要なデジタルデータが明確化されることで、現場の霧はパーって晴れるわけですね。なので、あえて言わさせていただきたい。だから、三菱が担う役割、非常に大きいわけですね。日本で電気と正義の上流から下流を握るのは、三菱しかございません。オムロンではございません。三菱です。例えば、電気制御、そして工場制御、スキャーダみたいなデジタルソリューションを、 えてるるわけですよ三菱にデジタル工場の土台はある要するに一気に提供できるポテンシャルはあるわけですけど三菱には軸がないわけですよこのように重箱 <laughs> の水面をつつくようで申し訳ないんですけど三菱さんのねあの IT ソリューション相互サイトから引っ張ってきましたこのように彼らは表現してますとまあはりのものを盛り込んだ感を出しているだけでございます僕から言わせればね実際に必要となるデータの定義づけとしては甘いような気がしますねもちろんビルソリューションとかやってるんでこういうような話になってくると思うんですけども やっぱり三菱の FA 部門でですねしっかりこのデジタル化の定義づけをするべきですね理解をしようとしていないと想定とか、まあ、DX だからこういったものを作っときゃいいんじゃねえのみたいなまあ、言い方よくないんですけどそうなってるかもしれないと必要なデジタルデータとは何かを理解していないと。 とということで三菱がこの5軸をしっかり押さえてお客様に提供すれば本当に強いわけですよねこのようなネガティブな話が続いたわけですが実は日本もですねやっぱりやるところをやってるわけですねこの製造現場のデータマネジメントをハンドリングそれを実行できる SIR が日本にも実はありますとはい竹菱さんですね主に三菱電機の代理店をやってるんですが竹菱のすごいところは各メーカーですね昔その PLC の o s はねックをェルしかいけません シーメンスしか行けません三菱しか行けませんオムロンしか行けませんとかねリナックスになる前囲い込みにやっぱり走ってたわけですがその当時から垣根を越えたデータ活用環境を構築していたわけですね現場でいろいろなメーカー制御機器が稼働しており必然的なこれ要望だったわけですよ竹芳っていうのはもちろん三菱の代理店でもございますがオムロン製品もやってるし日立のものをやってるしロックウェルもやってるしっていういろんな制御機器を扱ってるわけですねで現場から装置ごとに PLC 違ったりするとこれ見える化したいって言った場合竹部さんお願いしますって言われた時いやーそれ難しいなじゃなくてそれを一つ一つですねデータ活用の土台を揃えていったわけですね図にするとわかりやすいと思いますので例えばこういった検査ビジョンにはですねジー GMS 使われるマザックに繋がってる PLC は三菱ですとそしてロボットに繋がってる PLC はオムロンですとそして SMT とかこのような工作機械はパナックの CNC が付いてるともう多種多様な制御機器からのデータ統合にやっぱり竹林っての引いでるわけです もう竹菱であればですねほぼ全てのあの5社だけじゃなくてねなんとですね400機種ももう簡単につなげることができますとこの DXP サーバーというものがかなり良くてですねこの優位性がございますと日本アジアのデータ収集を支えてきた実力ということでかなりのデータ統合のシェアを持ってるわけですねなぜこんなにシェアを持ってるかというと DX サーバーというものはこういった装置を容易につなげれますとつまりところ現場で動く400機種以上の制御機に対してシームレス に繋がると接続構築を通常であれば一個一個する必要があるんですがそれも必要ございませんとさらに OPCUA ということでこれはのほかで撮影してきましたがデータ連携の接続ハブになってるわけですね OPCUA を通じて、まあ、上位側のデータ連携も簡単になると OPCUA 採用してる機器めちゃくちゃ多いですと見える化できるような上位側のデータ連携ももちろん対応してるしクラウド側ですよね例えば工場内通称記号であれば一つの工場内で 収まるわけですけどグローバルに工場を展開しててグローバルで生産動向を見たいとか BI ツールにしたいっていった場合クラウドにデータを上げる必要があるわけですねで、そのクラウドにデータを上げるときは MQTT とか HTTP みたいなプロトコルで上げる必要があってこれは N 対多数に引い出てるプロトコルなんですねなので OPCUA といういろいろ接続プロトコルはあるんですが引い出てるものがそれぞれあるわけですねクラウドに適した MQTT にも対応していると E 対 N の処理に引い入れてる MQTT の通信プロトコルにも対応しているとこの DXP サーバーは多様な産業装置に囲まれるデータのハブですよねもうデータ簡単に取れますともう少し分かりやすく表現していこうと思います現場デジタル化にはデータがないと始まらんとそのデータを超低価格で収集可能なんですね,ねこの5軸のデータが必要でしょもちろん MES っていうものはスキャーダにデータを表現してそこから実行動詞 くかみたいなこともしないといけないんですがメス以外はですねとりあえずデータを集めないことには始まらないんですね、はい、もちろん生産実行も吸い上げたデータから改定が可能でございますこの DXP サーバーであれば最強の接続性を担保しながらなんと20万円20万円でで接続容易性を手に入れるることができるとがき今まではこのスキャーダに表現するまでにね1個1個つなげて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 ,げて,げてそれぞれの制御機器それぞれの制御機器 それで接続方式を構築しないといけなかったんですが DXC サーバーは一括でいけますよと一発ですよと例えばスキャーダーであればこれをおもてなししたいっていうことであればね三菱さんのジェネシス46違うわ640か6464か。64 64か ジェネシス64使ってもいいわけですし、竹、ま、菱、あ、さんが持ってるような DXP ローガーみたいなものを使ってもいいわけですね。なので、もうデータだけを一気に集めまして、そのハブを20万円、二十万円で手に入れれると。表現ソフトを、あとは選ぶだけでスキャーダに情報公開できます。しかも、そのセキュリティとかあったじゃないですか。あのそもそも OPCUA なんで、セキュリティ担保してるんで、上に上げるときに、セキュリティも大丈夫ですと。で、あとは予知保全とかも、いろんなデータ集めないといけない。 んですけど DXP サーバーで行けますよね屈指の製造業 SIR ですよってなかなか裏方なんで表に出てこないんですけど竹菱はもうアジアのかなりのシェアを握ってるわけですね構築もしかも SIR なんでいやーデータの構築できないうーんこの DXP サーバーあったとしてもなーって思うじゃないですかそれ竹菱にも丸投げできました フェニックスコンタクトの動画でもお伝えしたようにドイツの工場にも行ってきたわけですよねドイツの工場と日本の工場を比較したんですが日本は製造現場のデジタル化ではそもそも決して劣ってないとむしろ三菱山パナソニック等の大手の工場の方が全然進んでるわけですね全然劣ってないとむしろ日本の方がデータから現場を改定しにくいその改善力の底力は強いわけですよねだからこそ現場デジタル化で必要なデータを認識し DNA XP サーバーのようなツールでデータ連携を果たせば改善の土壌があるとドイツのフェニックスコンタクターのフェニックスさんをねフェニックスさんでいいところあるんですけど工場担当者に改善どういうふうにやってますかとかそれって表現して改善どうやるんですかみたいなことを聞いてもみたいなよく分かってないみたいな。 で改善の土壌があんまりないわけですよしかし日本にはその土壌があるわけですよねまだまだやっていけると思いますよここまで使えるツールが安く提供されるんだから DXP サーバーぐらい皆さん使ってくださいよマジでっていう感じですねじゃないとツールを今後欧州っていうのは揃えてくるししかも製造業 APP のコフィニティ X とかでダウンロードできるような時代が来るわけですよデータを使った改善をやっていかないと本当に勝てねえよとそう思いますね現場力がある日本にデジタルでさらにドラ が必要だとそう思いますねだからこそ三菱電機の旗振りが必要なんですよこのような素晴らしいサービスに対してラベレッジの後押しをしをてくださいえ G メンスそして SAP なんかはですねこういった製造業サービスを使ってコフィニティ X に公開するわけですよねそして欧州とか東南アジアの工場っていうのはおそらく今後ですよ APP の、ね、サービスを探しに行って勝手にダウンロードしていくわけですよここに三菱があ コフィニティ X に俺たちも参画しようとか言ってですね例えばね三菱ジェネシスとかジェミニーとか公開すればいいわけですよそしてサケビシもそこに DXP サーバーを公開するとそうすれば三菱電機関連のサービスをダウンロードしてくれるわけですよ欧州人も勝手に欧州プラットフォームにただ乗りできる土壌があるのに皆さんなんでここに行かないんですか公平なプラットフォームに乗って何が悪いんですか欧州人公平なんでしょう 公平なんでしょう俺たちも解放させてくださいっていう感じですねはいどうですか使えるものは使っていきましょう日本を応援したいですから僕もっていう ことで製造業次の進化ですねやっぱり欧州の恐ろしさとそこに欧州でサービス展開したいっていうことであればこれに乗らないっては日本もないわけですよね。副題として工場ビジネスを飲み込む欧州の辛抱、With 竹菱さんでした。竹、ね、菱の DXP サーバー本当にいいと思いますので皆さん使ってあげてくださいと。以上です。お疲れ様でございました。まあ欧州のトレンドと竹菱の訴求をですね一緒にやるっていうそういう感じですね。ただまあ欧州の大枠はこのくらいですね。他 あのインフィニオンなどのサービスでも触れた方がいいかなと思うんですけどインフィニオン僕は見なかったのであとフェストが空圧で動く6軸のロボットを出してきてたりしました、ね、非常に軽かったっていうまあそのくらいかなっていう感じですねということで欧州の企業も見られてたらですね10月だっけ11月だっけまたニュルンベルクであるわけじゃないですか是非僕を呼んでくださいとシメス待ってるからシメス連れてって俺はマジで <laughs> 開けてやるからという感じですね今回はですね孫子の兵法で終わりましょう彼を知り己をすれば百戦して危うからず ですね、欧州のことを知って自分のことを知ればですね百戦して危うからずビジネスもうまくいくとしかしたら彼を知らずして己を知れば己のことは知ってるんだけど強豪の動態分かんないっていうことであれば一生いっぱいっすとそして彼を知らず己を知らざれば戦うごとに必ず危うしと自分も分かんないし向こうさんの戦略も分かんないっていうことであればもう絶対負けるやろっていうことですね危ういとたまたま勝てるかもしれんが危ういぞという感じでございますといかがでしたで、ね でしょうかこのように今回は狩野派メッセのトレンドをお話しさせていただきましたが製造業に関連した動態をいつも動画にしております工作機械 FA 制御自動車のこともやってるし半導体のこともやってますね。ということで製造業関連にお勤めの方は是非チャンネル登録いただいて応援をしてあげてさい。 ください。そして、少しでも刺激になればね、三菱頑張れって言って、俺、三菱愛してるから。<laughs> さ、ジェカでさ、ジェカっていう伝説戦で講演したの、三菱のね。その後さ、三菱さんと飲んでさ、もう、本当に三菱にかかってるからって日本はね。絶対三菱しかいないですよっていう話をさせていただいて、本心でそう思ってます。ということで、三菱頑張れという風に思う方は、合わせていいねを押していただければ幸いでございます。はい、応援していきましょうそして、次回の動画の前に、スポンサー動画でございます。どうぞ スポンサー動画は太郎の動画でございまして、本当に切削授業をマジでやりたいと。やりたいし、本気で、もう始まってると。 走り回ってます。そこでですね、一緒に働いてくれる方をですね、大体大募集させていただきたいと思います。オペレーターの経験があれば、超歓迎するんですけども、それじゃなくてもう今の仕事がつまらんとかですね、この製造業盛り上げたいという方であれば、ぜひぜひ応募してください。もう酒井ちゃんなんてさ、めちゃくちゃ楽しんでるご両親にもさ、お前楽しそうだなとか言われて、弊社に来てですね、もう光り輝いておりますので、そういう風にね、面白い職場に行きたいという方はですね、Twitter もしくはメールで応募 お待ちしてますのでどうぞよろしくお願いしますということで一緒にやっていきましょうじゃあね次回はですね未定ですがおそらく来ましたね東芝の動画になると思います半導体ですねパワー半導体の動画をまとめていきたいと思いますのでこちらもお楽しみにお待ちくださいということで今日もお疲れ様でしたまた次の動画で会いましょうじゃあねちっバイバイ疲れたありがとうございます今日の千葉ちゃんの一言千葉ちゃんの一言吉川ちゃんの一言も今回は太郎です残念でしたジジイども ということで、オペレーター募集してますから、よろしくお願いしますね、一緒にやりましょうよ